ただいまより学校法人塚本学院大阪芸術大学とアストロデザイン株式会社の共同研究実施による、協定書調印式を執り行います。まずはじめに本日の登壇者をご紹介いたします。アストロデザイン株式会社代表取締役社長、鈴木杉明。鈴木でございます。よろしくお願いします。学校法人塚本学院副理事長、大阪芸術大学副学長、塚本秀邦。よろしくお願いします。大阪芸術大学写真学科学科長、織作美音子。大阪芸術大学写真学科准教授、赤木正和。よろしくお願いします。はじめに大阪芸術大学写真学科赤木正和准教授より今回の共同研究について皆様にご挨拶申し上げます。本日はお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。私ども大阪芸術大学とアストロデザイン株式会社は新しい技術である 8K 映像制作にいち早く着手してまいりました。この度、新たな技術協力体制を築き、さまざまなコンテンツ制作に取り組んでいくことを合意し、高精細映像ならではのアート作品を作り上げていく所存でございます。大阪芸術大学はさまざまなジャンル分野にわたって15の学科を有する総合芸術大学です。したがって音楽、美術、工芸、舞台芸術など各学科の協力体制を敷くことで高精細映像技術を用いて多くのことができると考えております。先進的な最先端技術を持つアストロデザイン株式会社と手を握り合っていくことでさらなる映像表現に、向かっていく所存でございます。新しい 8K 技術を用いたアートにご期待ください。ありがとうございました。それでは学校法人塚本学院大阪芸術大学を代表しまして塚本秀邦により皆様にご挨拶申し上げます。皆様ようこそいらっしゃいました。アストロデザイン株式会社様、本当に、今回ありがとうございます。赤木先生はですね、ずっと水中カメラマンとして、水中を撮ってこられた方で、そういうところから、4K 撮影も入られ、8K にも、水中でやられているというような方です。で、なぜ、大阪芸術大学で写真学科で映像をやっているのかと言いますと、2年前ほどから映像領域を取り組みました。で、他に大阪芸術大学には映像学科というのも、ございますが、うちの映像学科は写真、映画を撮る映画学科みたいなものでして、そこで、ただ綺麗な動画を撮ったとしても、ストーリーはどうなのかとかいうことでありますので、ふと気づきましてですね、綺麗な映像やなどは写真、うちでは写真学科の範疇なんだなということをふと思いまして、2年前から取り入れ写真学科でやっているということです。で、今後ですね、写真学科の方で映像領域水中、今年から1月からドローンの空撮も始めました。で、どんどんですね、新しい取り組みを写真学科の方で映像領域に関してやっていきたいと思っております。それと我々のキャンパスには実験ドームというのがございまして、もう35年ほど前に作られた直径10メートルほどのドームがあります。かなり大きいんですけども、そこを当初は音響の実験をする場として作られましたが、まさか30何年後に 4K8K のプロジェクターで照らされるなんて思っていなかったと思いますが、そのドームがありますんですね、全天周の360度映像を撮りまして、それをヘッドマウントではなくてそのまま上に出せるということができる施設になっております。
それと、音響に関しましても、非常に、複数のチャンネルの音響も今開発されているということで、360度から出るような音響もコラボいたしまして、今後今までにない表現などを追求していきたいと思っております。私も期待しておりますが、どうぞ大阪芸術大学の、とアスローデザイン様の技術を借りまして、ご期待いただければと思います。ありがとうございます。続きまして、アストロデザイン株式会社を代表して鈴木茂明より皆様にご挨拶申し上げます。鈴木でございます。本日はお集まりいただきましてどうもありがとうございます。私どもがこれまでもともと今回の 8K の技術というのは NHK の NHK 技術研究所が次世代のテレビジョンの技術として、研究スタートした、技術でございます。私ども当初からその開発協力をしてまいりました。でその結果、今年の12月から 8K の本放送、 4K と 8K の本放送というのが始まります。で今国の方針でもありますけど、東京オリンピックに向かって 4K、8K 放送というタイトルで、いろんなものを進んでおります。でただこれはですね、実際にはその 4K と 8K、 これは放送のサービスが同じ衛星を使って時間分割で、行われますので、のセットになっているわけですけど、実際には 4K と 8K って大きく違います。4K は現在のテレビの4倍の解像度ですので、これまでの放送をさらにきれいにするという使い方になると思います。でただ 8K はですね、さらにその 4K のさらに4倍、今のテレビの16倍の、解像度があります。で解像度というのは要するに通常の感覚でいうと、要するに絵がきれいに見えるということなんですけど、でもその四角い画面でちょっと離れて見てる絵がさらにきれいになるっていうだけだと、そんなにその意味があるのかというふうに思われると思うんですね。でところが 8K はですから、そういう映像ではなくて、その16倍の解像度というよりはですね、16倍の情報が入っているということなんです。要するに同じ画角で撮るのではなくて、大きな画面で今まで見えてなかった、今までのテレビの画面の外側の部分も一緒に見せちゃう。これが 8K の一つ大きな特徴なんですね。でそういうふうになりますと、当然ですけど、そのコンテンツの撮り方が大きく変わります。で従来のような撮影の仕方ではおそらく 8K の、 その価値でよく表現できない。でそのためにはその、まあ、当然ですけど、新しいメディアには新しいコンテンツが必要になります。でそのための、取り組みはあちこちでやられてますけど、特に今当然 NHK さんが中心になっていろんな、映像が撮られ始めていますけど、でもなかなかまだ本格的に具体的に 8K はどういうふうに撮れば一番効果のある絵になるのかというのが十分に研究し尽くされているわけではありません。おそらくこれからいろんな、方たちがいろいろな、チャレンジをして、その結果新しいアプリケーションがいっぱい出てくるという流れになると思います。でその中で今回その大阪芸術大学さんは 8K のカメラを、購入していただきました。でこの 8K カメラを大学で購入したのは世界で大阪芸術大学が初めてだと思います。でそのカメラを使って、実験的にいろんなコンテンツを撮る。で実は、このカメラを使っていただく赤木先生は、私どもと随分昔から、4K の水中映像とも一緒に撮らせていただきましたし、 8K も 8K の水中映像も実は赤木先生が世界で初めて撮影しました。でその、コンテンツは今もいろいろそのデモで使わせていただいております。で今回はさらにそのもっときちんとしたカメラができましたので、それを使って従来ではできなかったような実験をいろいろやりたい。でそれともう一つは、大阪芸術大学さんの中にその演劇科ですとか、音楽の学科ですとか、そういう、学科の学生さんもたくさんおられます。でそういう人たちの、舞台の映像というのがあります。で舞台映像は、これまで実は、オペラとか歌舞伎とか、舞台演劇いろいろありますけど、映像化するのが非常に難しかったんです。舞台映像を映像化しますと、
現在のその理系のカメラで舞台を撮りますと、当然ですけどその出演者の中心にいる人たちの動きをカメラマンが追っかけます。要するにカメラワークということで、主演者を映すというような感じなんですね。でこういうふうに撮りますと舞台の、価値がなくなるというふうに言われていまして、舞台演出家の先生方は舞台は映像化するものじゃないというふうに普通は言われます。でところがその 8K で、舞台を丸撮りしてしまう。でカメラワークはしないです。でもう全部もう固定で舞台を全てもう丸撮りして、でそれを 8K 大画面で全部映してしまう。そうしますと使うその機材に多少差は出ますけど、従来の 2K、4K の映像では絶対に再現できなかったような映像になります。要するに舞台がもう一つの舞台がそこに、ね、移動してきたような、そういう場面が作れるんですね。でこういったこともいろんな実験がこれから必要になります。でそこもぜひその大阪芸術大学さんの、他の学科の人たちと一緒に、できるんじゃないかと。今回 その連携でいろんなことができると思ってますので非常に楽しみにしております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上をもちまして調印式を終了といたします。皆様ありがとうございました。ありがとうございます。他にお願いします。大丈夫ですか。ここに、置いて、電源を、供給して信号を、繋いであるとか、これだけで瞬時に、上映をスタートすることができるということで、取り回しも非常に、簡単、楽になっております。こちらはですね、昨年の10月に NHK ホール大阪で、開催されました本学のオペラ公演、それを 8K で撮影したものです。各部、細かい部分のディティールが、近づいて見ていただきますと、分かってくると思うんですけれど、先ほど、説明がありましたように16枚分フルハイビジョン16枚分の、高精細度を持っているという形の映像になります。で、基本的に今から見ていただく映像っていうのは、本学の学内のスタジオを使ったり、それからこう、本学が主催をする、公演っていうのを、記録してまいりました。これらの時計はですね、写真学科の大スタジオを用いまして、そこでクローズアップでいかに精緻な時計なのか、どういう動きをしているのかというのを追い求めて撮影してきました。これもうちの写真学科の大スタジオで撮影したわけなんですけれど、従来そのハイビジョンですとメイクがどのように見えるのかっていうところで女優さんとかが苦労されるとかいろんなことを言われてましたけれど、さらに 8K になってきますと、メイクの例えばですけど先ほどのアイメイクの部分の細かいディティールなんかも出てまいります。ちなみにモデルは本学の学生なんですけれど。